太平洋ミサイル試射場は、ハワイ州カウアイ島西岸バーキングサンズにある、多角的な試験と訓練が可能なように設備が整えられた、世界最大のミサイル試射場。通年で安定した熱帯気候下にあり、相対的に隔絶し不法侵入される恐れもない、環境により、車場として最適な条件が揃っている。PMRF は、潜水艦、水上艦、 航空機と宇宙船が関わる死者と追跡観測が同時にできる世界で唯一の死者場で観測設備が整えられた2800平方キロメートル以上の水中死者海域と10万9000平方キロメートル以上の死者用制限空域が確保され基地自体の敷地面積はおよそ9.7平方キロメートルある基地には運営維持施設と1800メートルの滑走路 およそ70の基地利用者滞在用住宅とレクリエーションの設備がある。基地はポートアレン、マカハリッジと小江州立公園に補助施設を持つほか、すぐそばにあるニーハートの一部を使い、遠隔操作の APS-134、監視レーダー4.5平方キロメートルのミサイル処理場、パーチ電子戦施設、複数の可動式電子戦模擬装置とヘリコプターの 地形対応訓練コースが設けられているイージス・アショア1962年に米軍はドミニク作戦と呼ばれる一連の核兵器実験を行いその一つとして PMRF の近くでミサイル発射試験を行った600キロトンの実核弾頭を搭載したポラリスミサイルを原子力潜水艦 E3 アレンからクリスマス島へ向けて発射し 地上3400メートルで爆発させた。これはアメリカによる唯一の実核弾頭搭載弾道ミサイルの試射試験となった。PMRF ではアメリカ軍ミサイル防衛局が主導している弾道ミサイル防衛システムの開発試験が行われている。米海軍のイージス艦弾道ミサイル防衛システムは艦載型の地対空スタンダードミサイルを改良して弾道ミサイル迎撃に用いるもので、 RIM-161 スタンダードミサイル3の開発が中核となる。2007年4月27日に行われた死者試験で巡航ミサイルと短距離弾道ミサイルを並行して破壊することに成功した。ミサイル防衛局と米海軍のイージス艦弾道ミサイル防衛システムは10回中8回の死者で迎撃に成功したが、システムが同時に2つの目標をノックアウトしたのは、 初めてだった。2007年12月17日には、海上自衛隊のイージス艦混合が、SM-3 ブロック IA を用いた迎撃訓練を実施し、標的ミサイルの大気圏外での迎撃に成功した。米国以外によるものとしては日本が初めての国となった。もう一つの弾道ミサイル防衛システムは、米陸軍が研究を進める、終末高高度防衛システムである。 THAAD の開発試験はニューメキシコ州のホワイトサンズミサイル実験場で実施されていたのが移転してきたもので PMRF での最初の試写が2007年1月26日に実施された2009年に北朝鮮がテポドン2をハワイ方向に発射するかもしれない懸念があった際米国は本試験場に一時的に THAAD を配備した米海軍は PMRF を長期に維持していけるようハワイ州とカウアイ軍と協力している。PMRF に隣接した土地は多年にわたり、砂糖キビ畑として使われ、PMRF の運営に好都合であったが、ケハハの砂糖キビ工場が閉鎖され、隣接地の利用方法が、基地に不都合を生じるかもしれないと、米海軍は懸念することとなった。 PMRF が将来も問題なく重要な研究と訓練を続けられることを確実とするために、海軍とカウアイ島の一部の市民は、PMRF の隣接地を永続的に農地利用しようとしている。米海軍は農地保全事業によりおよそ1.2平方キロメートル土地を沈借するだけで、その他の土地は買収せずに、PMRF の隣接のおよそ24。 平方キロメートル全部の土地が農業利用だけされることを期としている。ありがとうございます。